どうも、朝日でございます。ご視聴よろしくお願いいたします。まあ、昨日はですね、まあ、雑談で、動画のですね、配信について、まあ、ちょうど半年だったっていうことと、あとチャンネル登録者がね、まあ、昨日の段階で498人とかだったのかな。うん。で、コメントいただいてまして、で、今朝ですね、まあ、500人いったよっていうことで、コメントいただきまして、なんとかね、まあ、一つの、大台というか、折り返し地点、まあ、1年で、1000人ぐらいを目標にしていたので、うん、まあ、半年で500人、まあ、順調にいってるんじゃないかということで、応援していただいた方、またコメントを昨日いっぱいいただいたので、本当にありがとうございました。はい。でですね、まあ昨日なんでああいう話したかっていうのもちょっとつながってくるんですけれども、まあ実は、私の、まあ嫁さんの方が、ちょっと今日なんですよ、今日。手術することになっていて、とは言っても、そんなに何て言うんですかね、大きな手術じゃなくて、まぁ、ちょっと、多分、良性の腫瘍なんですけれども、まぁ、放っておくか、取っちゃうかどうするって言った時に、やっぱじゃあ取りましょうっていうことになって、で、まぁ、ゴールデンウィーク、まぁ、職場にも迷惑かけちゃいけないからっていうことで、ゴールデンウィーク前にっていうことで、もう結構半年ぐらい前から予約してたような手術だったんで、まぁ、そんなに、なんて言うんですか、まぁ、嫁さん自体もなんて言うんですかね、大型連休にくっつけての手術なんで、そんなに本人も、ビクビクしてるとかじゃなくて、むしろなんか美容用品とかね、持ってって、寝てる間に顔パックとかして、綺麗だろうみたいな、前向きな感じでやってるんで、その点は全然いいんですけれども、うん。まあ、そうは言ってもね、手術っていうなると、まあ、なかなか思う部分もあって、で、まあ、ちょっとその関連で、まあ、手術って、まあ、私自身も手術したことなくて、嫁さんも初めての手術だったんで、で、まあ、当然、両親とか、は、まあ、大きい病気もしたことあるんで、まあ、経験ないってわけじゃないんですけれども、ただまあ、手術って、まあ、こうなんだって、ちょっと初めて、思ったことがあったんで、少し、情報の共有、まあ、当然、経験されている方とか、もう、多くいらっしゃるんで、当たり前だよとか思うかもしれないんですけれども、で、まあ、手術するじゃないですか。で、本人は麻酔しているんであれなんですけども、手術が終わった後に、まあ家族にね、取った部位を多分見せてくれると思うんですよね。うん、で、私もまあ自分の父と、義理のお父さんの方は、ちょっと同席させていただいて、で、取った部位、どういう風になってるのかとか、で、今後の手術、どういう治療をするのかっていうのを多分話されると思うんですけれども、まあまあまあ、ショッキングじゃないですか。やっぱ、まあ、父のね、撮ったやつ見たりするというのはね。うん、まあ、義理の母とかも結構もう、ね、泣き崩れるじゃないですけど。はい。あ、まあ、今はちょっとね、一応健在なんで、あれなんですけどね。全然元気なんですけどね。はい。二人とも。なんですけど、まあまあまあ、ショッキング。で、まあ、昨日もやっぱ聞かれて、まあ、どうしますかと。うん。で、まあ、嫁さんの方は、見れないじゃないですか、本人麻酔効いてるから。取った本人は見れないけれども、どうしますかっていうことで。で、先生が、聞くんですよ。奥さんの方を見たいんであれば、写真撮られる方もいますよ、みたいな。ほんで、じゃあぜひ、みたいな話になって、写真撮るんですかみたいな。で、やっぱね、そこら辺が、男性と女性違うみたいですね。男性はやっぱね、そんなの見たくないっていう風に私も絶対そんなの撮ってまで見たくないよみたいな感じなんですけども、どうもね、女性はね、自分の撮った臓器ですよね、臓器を見たいみたいなんですよね。うん、ま、なんでまあええー、と思って、どうですかね皆さん、自分の、私はちょっと嫌だなって思うんですけど、まあね、まあ生まれてこの方30年も40年も一緒にね
過ごしてきたものなので、やっぱ最後は 見たいのかなっていうね、ふうには思うのかもしれないですけど、ちょっと私は嫌だなみたいな、はい、でまあそういうのもあるんだなと思って、うん、見たい人もいるんだなっていうのと、女性とね男性の考え方が違うんだなっていうのをちょっと思ったのと、あとまあちょっと変な話なんですけれども、やっぱ手術すると、まあ、下の毛剃るじゃないですか、看護さんに剃ってもらうっていうのもあって、でそれをどのタイミングで自分で処理していった方がいいのか、もう自分で剃ってもう綺麗な状態でいくがいいのか、それとも、まあ、看護師さんにね、まあ、剃ってもらった方がいいのかっていうのもあったんですけども、まあ、結局、剃っていかなかったんですよ。みたいなんですよ。剃っていかなかったみたいなんですけど、やっぱね、全剃りじゃなかったみたいなのかな。やっぱちょっと触れるようなところは剃られたみたいなんで、全部じゃないみたいなんで。だから、剃って、まあ、何にもなくしてちゃうと逆に恥ずかしかったかもしれないみたいな結論でした。看護師さんに任せた方がいいみたいな。はい、そこら辺はね、手を煩わしちゃいけないと思って、剃っていかなくても、まあ、いいんじゃないかっていう話でした。はい。まあ、初めてのことなんでね、まあ、いろいろ悩みとかもあったり、まあ、先生の話聞いたんで、まあ、手術自体は、そんなに難しいものでもないみたいなんで、まあ、安心していくんですけれども、はい。まあね、手術して1日、今日は動けないみたいなんですけど、もう明日から歩けるぐらいの手術なんで、はい。まあ、全然問題ないんですけれども、まあ、いろいろとね、戸惑うことも、やはりあるんで、ちょっとそこら辺を情報共有という形になっていますんでね、まあこれでちょっと私撮って、動画アップして午後にねちょっと手術なってるので、うん、まああんまりこういうのって動画に上げないんですけれども、上げる人少ないと思うんですけれども、今日これから手術行くよみたいなね、うん、なんですけれども、まあちょっと昨日結構いろいろショッキングだっていうか、いろいろ考えさせられるちょっということもあったので、はい、まあ動画に上げさせていただきました、ね、なんでまああんまりね心配なさらないでください、はい、本当に大した手術じゃないっていうのと、本人はもうなんていうんですかね、バカンス気分っていうんですかね、病院もね綺麗なところでね、うん、料理も結構美味しそうな感じだったので、なんで、で、まあ、長期連休にくっつけて、で、家事とかもね、一切しなくていいっていうことで、まあ、本とか、まあね、iPad とか持ってって、まあ、ゆっくり過ごすっていう、まあ、いい機会なのかなとも思いましたね、こういう手術とかもね。うん、まあ、当然、その、精神に関わるような大きい手術を控えられてる方もいるかと思うので、まあ、ちょっと不謹慎な考え方かもしれないですけれども、はい、まあ一つのね心持ちとしては、まあそういうポジティブな感じもいいのではないかっていうふうに思いました。はい。で今映ってるのはミジンコですよね。ミジンコを映しながら、はい、まあとミジンコねこの子たちはね、ミジンコ生まれるのみんなメスって知ってました。で。まあ、危機的状況、干ばつとかしてね、で危ない状況になったらオスが生まれて、まあその受精卵は耐久卵となって何年も乾燥とか耐えて、でいい環境になったらまた孵化するっていう、でメスから生まれたものは全てクローンっていう、うん、まあ、これもなんかいろいろ考えさせられますよね。ここにいるのは全部メスで、で生まれてくる子供は全部クローンみたいな、同じ遺伝子っていうか、うん、まあ生命もいろいろ神秘があるんだなっていうふうに思いました。はい。ではちょっと少し重い話題になっちゃったのかということと、あとね500人行ったんでありがとうございますっていう話題でした。はい。では朝日でございました。ありがとうございました。じゃあ。